どうもこんにちは、なっちでございます。4月の22日金曜日、しばらくね動画を投稿していなかったんですけど、しばらくといってもまあ2日ぐらいか、投稿していなかったんですけど、まあちょっと最近ねパズドラのモチベがなかったわけですよ。まあ今日ヒロアカのこう進化が入りまして、でモチベが帰ってきたってわけではないんですけど、なんかもう他のことが嫌になっちゃって、逆にパズドラのモチベ出てきたっていうね。ナッチのゲームチャンネル的にはこっちの方が良かったのかもしんないけど、まあちょっとね最近いろいろありまして、私そうこの2日間も動画を撮ってはいたんですけど、ちょっとね世に公開できるテンションではなかったんですよ。なんかやけくそだった、無理やりやってた。まあそれは良くないなと、まあいくらね、まあ仕事みたいな形になってるとはいえ、楽しんでないのに楽しんでるふりして動画出すの嫌じゃん。ってことで今日は楽しみたいと思います。新キャラだし、ヒロアカ見たし。ってことで前置き長くなりましたが、先ほど運営サイト更新されまして、ヒロアカのやっと性能が出ました。そして進化も来ました。なんでまだちょっとこう使えば強いっていうのが確立してないっていうか、もう最近僕ねパズドラのキャラクターパッと見じゃねえ、わかんないんですよ。この前も新覚醒とか発表されたけど、パッと見じゃもうわかんねえのよ。これ強いんですかっていう、おーすげえ副属性変わるんだ、でこれ強いんですかみたいな感じになっちゃうわけですよね。なんで、まあ、パッと見、僕が思った、このデクの性能としては、10コンボ強化2つあんのに、無効貫通あって、十字が2つあって、L 字。何これ？モリモリでしょ。覚醒。それかつ、列とかもね、ありますし、なんなら自身に炎波ついちゃってるっていうね、どこまで火力上がっちゃうんですかっていう感じですわ。で、ようやく、僕もね、誕生日プレゼントでもらった、ヒロアカ、読みましたので、この事象の意味とかやっとわかりました。そういうことだったんだなと。さあ、使っていきましょう。7×6 なんですが、自身の倍率もすごいんですが、まあ、やっぱ 7×6 なんで、リーダースキルの倍率は控えめなんですよね。なんで、リーダーチェンジしようと思ったんですけど、まあ、東堂なのかなっていう。やっぱ最近強いのは変身キャラなんで、その変身キャラにアシストで、ボンタ君とかつけても、重てえわけですよ。なんで今回東堂を使いますけど、果たしてこれでいけるのか。またお前は百花繚乱に行くんだなと思ったでしょ？ちょっと今日はチャレ中にでも行こうよ。たまにはさ、クリアしたんだけどね、サブアカではね。たまには違うダンジョン行こうやってことで。ガウェインが怖いんですね、つまりは。いや、ここにもあんのかもしんないけど。ないよね、7×6 潰し。で、チャコルがなんかちゃっかり強くなったんだよね。とりあえずチャコっとくか。消せないの消しといて。で、ゴンを変身。で、東堂がリダチェン。で、デクでヘイスト。あとは目の輪でヘイストか。で、デクと目の輪がね、交互に使えますので、とは言っても、一旦ラグが起きちゃうから、一旦耐えますか。確か割合だったよな、お前はな。8秒、なるほど。言い訳になっちゃうけど、マジでここ最近パズルしてなかったからね、ちょっと不安ですよ。怖いですよ。お、無効貫通、なるほど。ゴッドフェニックスですか、そうですか。なんでと思ったわ。そんな上手い調整できますって思ったけど。できれば、無効貫と十字と L 字、全部やりて、なんならパリンも、無理か顔面的に無理か、それは。ちょっとやってみたくはあるよね。で、この事象がちょっと痛くはある。痛くはありますよ。これはそうだなぁ。あ、組めねえなぁ。無効貫と十字両方は無理だな。せっかくなら組みたかったんですが、他のポケモンじゃない。ポケモンじゃねえよ。他のキャラのことも考えると、まあ、これが、いいのかなと。無効貫ですかね、安定はね。いや、回復力やばす、やばすだよこれ。どうする、回復上げれん、誰か。無理っすかね。ブリブリブリギットちゃん、ブリギットちゃんは封印と、なんぞや遅延か。遅延はピ、遅延ピエンだな。遅延されちゃうと次のクロノスがどうしようもねえから、これは負けだ。ゲームオーバーだ。となると、ユリシャは、
ユリシャじゃなくてもいいのか、なんなら。いや、さすがにこれ捨てんのやばい。じゃ、アブロンにしてみていい？やばいかな。もう回復なんて知らねえと。突き進んでしまえと。思うわけですよ。さあ、行きますよ。裏が溜まっちゃってんね。それは効いてないね。あ、でも遅延受ければいいのか。そうか。そうですわ。で、今回は耐えれそうにないので、スキルを使います。回復なんか鼻から捨ててるパーティーがさ、自傷するんだぜ。笑えねえだろ。どうするべ。しかもゴンさんはあのスキルですからね。ああ、やべえ。ああ、やべえだよ、これ。5個しかないんですけど、木が。まずいと思うんですけど。そうでした。話がわかるネギさんだ。2階が君でよかったよ。円盤もいらないんじゃないかな。ねえ、どうですか？いりませんね。ほら、だってさ、パリンの時点でこれさ、42億出てんだからさ、なんだ？光で十字とかか？ちょっと今回ノーチラスとは相性悪いんだろうなってことで、持ってこなかったんですよ。は？ちょい、そうですか、そうですか、わかりました。6体制なんて積んでる場合じゃねえ、お前。ガチャパーティーでは一回あんなに苦戦したんだけどね。で、デクは遅延を食らっちゃうわけだ。次のフロアでね。つまり、目の跡っておきたい。ここはやはりスキルを使わずに。ちょっとね、操作時間がね、長いとは言えないので、十字とか組む余裕があると言ったら嘘になる。でも、メノアとか、アバロン使ったらさすがに組めるんじゃ、アバロンの陣やばいでしょ。さすがにでしょ。さすがにだと思うよ。ただ、ユリシャを抜いたことによってあれっすよね。最後のボスフロアは、最後のボスフロアのルーレットが消せなくなったってことですよね。それはそれでもう楽しみってことにしておきましょう。いや、無理やりすぎん？無効感も組みたくなっちゃって途中で。L 字も組んじゃって。メノアちゃんですか、そうですか。副属性が入っちゃいましたか、そうですか。これはまずいですの。おそらくまずいですの。ああ、暗闇か、そうか。なるほどね。めんどくさいことになったね、これ。俺は消してねえぞ。分かってるよな、落ち込む先輩。そうだ。それでいい。まあ、で、ここはアバロンがあるから、一旦いいとして。てか、アバロン使えばよかったのかな、これもね。2ターン続きますから、ワンパンしちゃえばね。でも落ち込んで火が来るって可能性もあるからね。なんとも言えないね。いけ。で、まあ、ここはこれだけでいいでしょう。両方光。光で無効感組んじゃおうかな。何が正解？わからん。私には正解がわからん。でもこれで光の火力がどこまで伸びるかによっては、デクの火力が、でもアシストないんでした。でもまあバカにはできない火力だ。さて。盤面でけえからなんかさ、違ったりしないかな。大丈夫？操作時間が伸びてるのは非常に助かります。あ、でかくなるんだね、ちゃんと。対応しておりました。とりあえず変換全部ぶち込んで、もうゴンさんもぶち込んじゃおうかな。いいでしょう。ねえ。ねえ。いいでしょう。全部ぶち込んでしまいましょう。絶対に勝てるって言ってるしさ。となると、これは、どうするべきなんですか？もう全部木で繋げちゃおっか。上はいじらん方がいいのかな？上パリンにしようか。上は木のパリン。ということに、今決定いたしました。よろしくお願いします。で、これをこうして、で、あそこは違うから、
はあ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 、下もパリにしちゃおうか。そんなことできるんかな。いやできるよね。下もパリンにしちゃうわ。ここもちょっと話しまして、下パリン上パリンで残ったドロップで無効貫通いけますか。やってみましょう。時間はあります。21秒。あ、無理だ、そんなスペースはなかった。無効貫を組むようなスペースはありませんでした。繋がってしまうわけですね。じゃあせめて繋がらないように。はい、おいおい、左つながってんじゃねえかよ。まあでもこのご夫婦は倒せるでしょう。何この動画、最初と言ってること全然違うじゃん。10コン2つの時点で火力やばいんすよ。だからまあ、暗闇目覚めが消せただと。今気づくのかこの男、使う場所あったじゃないか。ここのね、この10コン10コン無効感で火力は十分だから、まあ、このギミック対策もできちゃうよみたいな感じで使えばいいんじゃないでしょうかって締めようとしたら、使う場所あったっていう哀れな男です。まあそういう使い方になるんじゃないでしょうかと。あとはまあ 7×6 マスのね、キャラクターが更新されたのではないかと。まあまあ結構汎用性は高いと思いますよ。でこれによってまた5体欲しくなってしまったんで、ヒロアカのガチャは引きたいと思います。楽しみ。キャラが分かってるコラボガチャは非常に楽しみ。ということで以上、ナッチでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。